ズハントビハゼは、スズキモクハゼカトビハゼ属ウピリアフサルマスに分類される、ハゼの総称だが、日本では特にその中の一種ピーマデストゥースを指す。干潟の泥状を這い回る魚として有名である。トビハゼの生態の体長は10センチメートルほど。体は肺褐色で、小さな白点と大きな黒点のまだら模様がある。眼球は頭頂部に突き出て左右がほぼ接し、 平坦な日形を見渡すのに適応している。胸びれの付け根には筋肉が発達する。同じく日形の上を這い回る魚にムツゴロウ、ボリイローサルマスペクティナイロストリスもいるが、トビハゼの体長はムツゴロウの半分くらいである。また角ヒレの大きさも体に対して小さい。泥日形で誤解を捕食する、トビハゼ奇水域の泥日形に生息する。春から秋にかけて、 日型上で活動するが、冬は巣穴でじっとしている。日型上では胸びれで這う他に尾ひれを使ったジャンプでも移動する。近づくとカエルのような連続ジャンプで素早く逃げ回るので、捉えるのは意外と難しい。食性は肉食性で、日型上で甲殻類や多毛類などを捕食する。潮が満ちてくると水切りのように水上をぴょんぴょんと連続ジャンプして、 水際の陸地まで逃げてくる習性があり、和妙はこれに由来する。通常の魚類はエラ呼吸を行い、代謝によって発生するアンモニアを水中へ放出する。このため空気中では呼吸ができない上にアンモニアが体内に蓄積され脳障害などを起こす。しかし、飛びハゼは皮膚呼吸の能力が高い上にアンモニアをアミノ酸に変える能力があり、空気中での活動が可能である。 産卵期は6から8月で、オスは、口から泥を吐いて、泥中に巣穴を掘り縄バリを作り、メスを呼び込んで産卵させる。孵化した飼魚は海中に泳ぎ出て、水中で、浮遊生活をし、全長15ミリメートルほどに成長すると日が絶え、定着する。寿命は1から3年。生後1年で、全長もセンチメートルとなるが、オスの大部分はここで繁殖に参加し、繁殖後は、 死んでしまう。一方、メスは、生後2年、全長7から9センチメートルまで成長し、繁殖に参加する。ぴょんぴょんハゼネコムツ、カッチャン、カッチャムツ、カッタイムツ、カタハゼ、ムツゴロなど。南西諸島では、本種と近縁の別種南トビハゼとを区別せず、どちらもトントンミーと呼ぶ。標準和名、トビハゼは東京及び和歌山での呼び名である。 泥の上を跳ね回ることから、英語では、マザキッパーと呼ばれる。日本でも干渉魚として流通する際は、マットスキッパーと呼ばれることが多い。藤前干潟で飛び跳ねたり、歩虜前進する飛び跳ぜ、日本、朝鮮半島、中国、台湾に分布し、日本では、東京湾から沖縄本島まで各地の泥干潟で見られる。分布の北限は、東京湾の江戸川放水路川口や、 谷津干潟である。千葉県の生息域では、袋詰めステイの試験思行による飛びハゼへの影響調査が行われている。市川市の人工干潟で分布が確認されている。玉川の奇水域で生息が確認調査されている。名古屋港の藤前干潟に生息する。大阪府内での生息状況は不明。なお、ムツゴロは日本では、有明海、 八代海ろけに分布するのでこの点でも区別できる。火災臨海水族園が2004年に飛びハゼの繁殖賞を受賞した。姫路市立水族館の戸島臨海公園水族館、長崎ペンギン水族館、イオワールド、鹿児島水族館などで飼育展示されている。人や地域によっては食用にされる。かつて、諫早ンの南岸地方では夜に眠っている飛びハゼを 10日で脅かし、網に追い込んで漁獲し、煮干しにして、そうめんの出汁などにしていた。観賞魚としても流通している。環境省のレッドリストの純絶滅器具に指定されている。純絶滅器具日本の以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。環境汚染や埋め立てなどによる泥干型の消失で、特に都市近郊で生息地が減少している。 日本の環境省が作成した、奇水、淡水魚類レッドリストでは、1999年版で、絶滅の恐れのある、地域個体群として、東京湾の飛びハゼ、沖縄本島の飛びハゼが掲載されたが、2007年版では、日本産全体が純絶滅危惧として指定された。南飛びハゼ P アーゲンティリニアタスピーリシリス、南西諸島には、トビハゼとともに、 南飛びハゼ P、アーゲンティリニアタスバラスジャン1837が分布する。第一背びれの前端が尖り、黒線で縁取られることなどで飛びハゼと区別できる。また、泥干潟を好む飛びハゼに対し、南飛びハゼはマングローブ地帯を好み、木の根に登って生活することもある。環境省レッドリストには掲載されていないが、鹿児島県レッドリストで、 分布特性上重要として掲載されている。トビハゼ属ピリアフサルマスは、日本産2種の他にもインド太平洋及び、西アフリカの熱帯、温帯域に15種が分布する。ありがとうございます。